俺の名前は本橋学。よく学び立派な大人になるようにと両親が願いを込めてつけてくれた名前だ。その両親は俺が6歳の頃交通事故で亡くなった。祖父母はどちらもすでに亡くなっていたので身寄りのない俺にとって親戚だけが頼りだった。だけど、学君は俺たちが引き取る。いいえ、私たちが引き取るのよ。両親の棺の前で親戚連中が言い争いをしている。ここだけ聞くと面倒見のいい親戚なのかなと思うかもしれないが、目的は俺じゃない。彼らは俺が持っている多額の遺産が欲しいのだ。父はとある会社の社長だったので、俺の家はわりかし裕福だった。その二人の遺産をすべて俺が継いだので、金に目がくらんだ親戚連中は、両親の棺の前で言い争うという事態になったのだ。そして俺が引き取られた先は母方の姉。彼女はごく普通の人だったけれど、金を手に入れて人が変わってしまったようだ。俺を存在に扱い、自分の息子と俺を比べて必要以上に息子を褒めちぎる。俺の持ち物はすべて息子のお下がりで全部ボロボロだった。いたた、お腹痛い。中学に上がる頃には慢性的なストレスで胃痛持ちになってしまい、このままでは本格的に体を壊してしまうと悟り、俺は中卒で就職して家を出ることを決意した。担任の先生が手厚くサポートしてくれたおかげで、なんとか寮付きの工場勤務に内定。先生には感謝してもしきれない。池の製造株式会社という工場では、社長の春樹さんが俺の境遇に同情し、いろいろ良くしてくれた。おい、学ぶ、また痩せたか？ええ、ちょっとお腹が痛くて。例の胃痛まだ治ってないのか？俺が愛用してる胃薬分けてやろうか？社長が飲んでいる胃薬って食べ過ぎ飲み過ぎ用のやつじゃないですか。あんまり不摂生しないでくださいよ、もうお年なんだから。なんだとお前、言うようになったじゃねえか。そしてガハハと豪快に笑った。俺もつられてクスクスと笑う。社長のことは密かにもう一人の父親だと思い慕っていた。だけどこれを面白く思っていない人物がいる。俺の直属の上司、工場長である友春さんだ。友春さんは社長の弟で、元いた会社を解雇になり社長に拾ってもらったらしい。解雇の原因は不景気だと本人は言い張っているが、その性格を考えると原因は他にもあるんじゃないかと思う。おい、中卒貧乏人、お前兄貴に媚び売ってんじゃねえぞ。媚びなんか売ってませんよ。うるせえ、社長の弟である俺に逆らったらどうなるか分かってんだろうな。俺を疎ましく思っているのは友春さんだけじゃない。彼の取り巻きである専務の中山さんも同様だ。お前って見た目からして貧乏人って感じだよな。っていうか貧乏そのもの、貧乏神って感じ。何が面白いのか、友春さんと一緒にゲラゲラと笑いながらそんなことを言われたことがある。こんな調子で俺は二人から日々いびられていた。二人のずるいところは社長に見つからないように俺をいびっていること。俺にもプライドがあるので社長に告げ口するなんてことはできない。そのため二人からのいびりに耐えるしかなかった。そんなある日、とある事件が起こる。友春さんが突然倒れて入院することになったのだ。一応上司だし、お見舞いに行かないわけにもいかないので、花束を購入して友春さんの病室へ向かう。しかし、はあ、お見舞いといったら果物とか菓子とか食い物だろうが、花なんて腹の足しにもならねえよ。そう言い花束を床に叩きつけた。食事制限があるって聞きましたけど。そんなの関係ねえし。友春さんが入院した原因は
長年の不摂生だ。彼は甘いものと脂っこいものが大好きで、そればかりを食べ続けていたので、体がボロボロになってしまったのだ。不精な彼は毎年の健康診断も受けず、気づいた時には手遅れで。俺が倒れたから親父に媚び売るチャンスだと思ってんだろ。そうはさせねえ。次期社長は俺だ。お前はクビな。俺に突然解雇を言い渡した翌週、彼は帰らぬ人となってしまった。友春さんの訃報を聞いた時、俺はやっぱりなと思った。入院しても彼は自分の不摂生を反省せず、看護師や医師の目を盗み、こっそり食べ物を持ち込んでいたらしい。そしてつい先日、心臓付近の血管が詰まってしまい、そのまま亡くなってしまったのだ。どんな相手でも亡くなってしまうのは悲しい。それに葬儀会場に行くと、俺の両親のことを思い出してしまい、気分が憂鬱になる。そんな落ち込んだ気持ちに拍車をかけてきたのが、専務の中山さんだ。会場に到着した俺を見つけた中山さんは、俺の腕を無理やり掴んで、葬儀会場の外へ連れて行く。身寄りのない貧乏神が面出してんじゃねえよ。そんな、俺はただ友春さんの冥福を祈るために来たのですが。っていうか、お前のせいで友春さんが亡くなったんだろ。あまりにも突然の言いがかりに、俺は驚き何も言い返せなかった。慕っていた友春さんが亡くなり、中山さんはショックを受けているのだろうか。あいつを社長に仕立て上げて、副社長になる俺の計画がパーだ。どうやら単に友春さんが亡くなって悲しいからというわけではなさそうだ。中山さんが俺の胸ぐらをつかみ、力いっぱい放り投げる。そして俺が持ってきた香典をぐちゃぐちゃに丸めて俺に投げつけたところ、何をしてるのですか。そのタイミングで会場の外に車が止まり、社長夫人の美智子さんが降りてきた。ああ、美智子さん。いや、こいつが友春さんの葬儀会場で暴れていたので、こうして取り押さえてお灸を据えていたのですよ。暴れていた？この人が？ええ、そうです。俺は友春さんの友人としてこいつが許せなくて、不本意ですがこうして力ずくで取り押さえていたんです。よくもまあベラベラと嘘ばかり喋れるものだ。美智子さんが中山さんを見て、ついで俺を見る。そしてスーッと大きく息を吸ったかと思えば、この人が暴れるですって。そんなわけないでしょ。あたりに響き渡るくらいの大声で中山さんを怒鳴りつけたのだ。そして美智子さんは尻餅をついている俺に手を伸ばす。学ぶくん、大丈夫？ええ、すみません美智子さん、葬儀の場でこんなことに。いいえ、悪いのはこの人よ。学ぶくんは何も悪くないから。社長夫人がただの社員である俺に親しげに話す姿を見て、中山さんは目がこぼれ落ちそうなくらい驚いている。美智子さんと俺は社長を通じて知り合い、ご飯を作ってもらったり、いろいろとお世話になっているのだ。社長がもう一人の父親なら、美智子さんは俺にとって母親同然だ。美智子さんは中山さんに向き直り、こう言った。中山専務、あなたにお話があります。葬儀会場の中へどうぞ。話？ええ、私からではなく、社長から直々に話があるそうですよ。美智子さんは一人でこの場に来た。社長の姿はどこにもない。その理由は、美智子さん、社長はやはり、ええ、だいぶ体が悪くてね、葬儀会場に来るのは無理なの。社長は数年前から体を壊していて、今はほぼ寝たきりの生活を送っている。美智子さんの懸命なサポートのおかげで頭はしゃっきりとしているが、だから葬儀会場の人に頼んでオンラインで参列させてもらうことにしたの。最近はこういうこともできるのね。便利な世の中になったわ。
友春さんの前で中山専務に話したいことがあるって言ってたし、ちょうどよかったわ。そう言い、じろりと中山さんをにらみつけた。会場内に着き、美智子さんは設置されていたテレビをつける。そして少し操作すると、パッと画面が切り替わり、ベッドの上で体を起こしている社長が映った。お待たせ、あなた。ありがとう、美智子。手間をかけさせたね。さて、早速本題に入らせてもらうよ。そして社長の口から語られたのは、中山さんや他の会社関係の参列者にとって衝撃的な内容だった。私の弟である工場長の友春が亡くなったということで、突然だが人事異動を発表させてもらう。次期工場長は鈴木くんだ。突然指名された鈴木くんはとても驚いた様子だ。彼は俺の1歳年下だが、とても優秀な若者でリーダーの素質がある。最適な人事だろう。そして専務の中山くん、君はクビだ。え？そして次期社長についてだが、そこにいる本橋学くんを指名する。はあ？さらっと首を宣告された中山さんは、その事実をかみしめる間もなく、次期社長の任命に驚きの声を上げた。周りの人たちもザーザーとしている。それはそうだろう。なんせ俺は。学くんは入社して間もない頃から、俺が自ら教育を施し、次期社長として育てていた。最初は彼の身の上話に同情して、いろいろ世話を焼いていただけなのだが、交流していくうちにその素質に気づいたんだ。お父上が会社の社長だったからな。血筋だろうと納得したよ。そう、俺は入社早々、社長から内密に教育を受けていた。専務である中山さんをはじめ、誰もこれを知らなかったのは、それが理由だ。そして社長はさらに驚きの真実を告げる。中山専務、君が私を敵視していたことは知っていたよ。弟の友春を次期社長に仕立て上げ、そのおこぼれに預かろうとしていたな。そんなことを考えてもいませんでしたよ。では俺の不祥事を捏造しようとしていたのはどういう理由だ？ここに全ての証拠が揃っているのだが。この事実は俺も知らなかったことで、驚き中山さんを見やる。彼は今にも倒れそうなくらい真っ青な顔色をしていた。それは何かの間違いでしょう。ではお前が友春と共謀して横領に手を出していたことは？なぜ知っているんだとでも言いたい顔だな。今の俺は寝たきりだが、社内に信頼できる人間は何人もいる。その人たちに協力してもらったんだよ。これも俺が知らないことだった。まさか横領にまで手を出していたなんて。会社を、ひいては社長を裏切る行為だ。中山さんを思わずにらみつけてしまうが、周りの人間も同じような目を彼に向けていた。主犯の友春は亡くなってしまったが、共犯であるお前はまだ生きている。責任はしっかり取ってもらうからな。あなた、ちょっと待ってください。この人を会社から追放する前にやってもらいたいことがあります。なんだね？学くんに謝ってもらうことです。突然名前を呼ばれて驚いてしまったが、美智子さんは俺に一瞬だけニコリと笑いかけると、鋭い目つきで中山さんをにらみつけた。次期社長である彼への冒涜は、会社と社長への冒涜と同様、身の程知らずの卑怯者の分際で、恥を知りなさい。美智子さんが会場中に響き渡る鋭い声で中山さんを怒鳴りつける。思わず俺や他の社員がすくみ上がってしまうほど威圧感のある怖い声だった。中山さんはヘナヘナとその場に座り込み、土下座のような形で俺に謝罪した。それを見て美智子さんはとても満足げだったけれど、後ろのモニターで自分の奥さんをちょっと怖がっている様子で見ている社長に、
美智子さんは最後まで気づかなかったようだ。後日社長と美智子さんは横領の件を警察に通報し、中山さんは逮捕された。社内にいた中山さんと友春さんの派閥の人間は、社長が次々と解雇や左遷を言い渡し、社内から不穏な人材が一掃される。一気に人数が減ったので人材不足に陥りかけたが、そこは俺が次期社長としてカバーした。母校と周辺の中学高校へ求人を出したのだ。俺みたいに学校を卒業した後行き場がない人間を助けたいと前から考えていた。社長に相談したところ快諾してもらえたので、元担任と協力して早々に行動していたのだ。さらに様々な媒体への求人広告の掲載、採用サイトや SNS の運用開始など、人材不足が深刻化する前に手早く対応。おかげで人材不足が深刻化する前に何とか補充が完了した。その手腕が認められ、社内では俺が次期社長として認められつつある。さすがだな、俺の目に狂いはなかった。まだまだ修行の身ですよ。社長には教えてもらいたいことがたくさんありますし、いつまでも元気で過ごしてくださいね。おいおい、老体に鞭打つつもりか？ベッドから体を起こした社長がゲラゲラと笑い、力強く俺の背中を叩く。この様子ならきっと長生きしてくれるだろうと、俺は安堵の息を吐いた。俺にとってもう一人の親である社長と美智子さん、二人がいつまでも幸せに暮らせるように、これからも息子として親孝行を頑張っていくつもりだ。